ミスユニバースとは世界を代表するミスコンテストである。大会は世界各国の都市で開催され、世界の各国代表が参加して、世界一の栄冠を競い合う美の祭典となっている。また、ミスワールド、ミスインターナショナル、ミスアースと合わせて、世界4大ミスコンテストとも呼ばれ、世界的に知名度の高いミスコンテストの一つである。 ミスユニバース1959に選ばれた小島明子のスピーチにより美のオリンピックとも言われる。ミスユニバース第2回大会も、ともとは1926年から1935年まで、テキサス州ガールベストンでインターナショナルページェント・オブ・プクラトゥード、別名、ミスユニバースというミスコンテストが開催されていた。しかし世界大恐慌と、 第二次世界大戦の影響で消滅した。1950年に開催されたミスアメリカ1951の優勝者ヨランドビットベスが大会スポンサーのカタリナから提供された水着でポーズを取ることを拒んだことがミスユニバース誕生のきっかけとなった。この一件でカタリナを製造しているパシフィックミルズ社は ミスアメリカのスポンサーから撤退し、独自のミスコンテスト、ミス USA とその世界版、ミスユニバースを開催した。最初のミスユニバースは、カリフォルニア州、ロングビーチで行われた、ミスユニバース1952で、フィンランド代表のアルミクーセラが優勝した。決勝は1952年から1971年までは、 毎回ア,アメリカ合衆国国内で1972年はアメリカ合衆国の海外領土で開催されたが1973年以降はアメリカ国外でも開催されるようになった。1955年には最初のテレビ中継が始まった。1960年から CBS がミス・ USA とミス・ユニバースの全米中継を行った。 ミスユニバース社が保有していたが、1996年にドナルド・トランプが ITT 社の事業から買収し、本部もロサンゼルスからニューヨークに移転。1998年にはミスユニバース機構に変更。2003年以降は NBC との合弁事業となるが、トランプの大統領選挙による 不適切発言で NBC は2015年1月に開催された第63回大会を最後に撤退。トランプは NBC が保有していた50%のミスユニバース機構の所有権を買い取り100%の所有者となったが3日後にワムイムグに売却した。トランプの関与がなくなったのを受けて2015年12月の 第64回大会はックスで放送された。決勝は原則プライムタイムで生中継されている。また、ミスユニバース機構は、決勝の放送券を世界各国のテレビ局に販売している。日本からは1952年以来、ミスユニバースジャパンの優勝者が日本代表となって大会に出場し、1953年には伊藤キヌコが3位で、 初入賞したほか、これまでに小島明子と森道代の二人が優勝してミスユニバースとなっている。また、アメリカ合衆国占領下の沖縄からは、1963年から1968年までの6年間、独自の沖縄代表が世界大会に出場していた。日本の朝日放送は、世界大会を1967年大会から1974年、 大会まで JNN 系列で1975年大会から1995年大会までアン系列で地上派全国ネットで録画放映していた。しかし、翌1996年からは撤退し、以降は放映していないが、1998年以降は CS 放送、ケーブルテレビなどの FOX チャンネルにて世界大会の日本放映が復活している。 2002年大会から2007年までと2017年、2018年は優勝者の王冠は三木本製を使用していたが、2008年大会はベトナムの PNJ 社製のクラウンを使用した。2009年から2013年までは人工宝石会社ダイヤモンドネクサスラブス製のクラウンを使用していた。2014年から2017年1月大会までは、 チェコのダイヤモンドインターナショナルコーポレーションのクラウンを使用していた。2019年からはムーアド社製の王冠を使用している。2012年4月10日、ミスユニバース機構は規約を改正し、翌2013年大会から聖天感社にも門戸を解放することを発表した。2012年のカナダ大会に出場したジェナタラコバが、 生まれつき女性であることとする条件に反していたことと、その後性別適合手術を受けたのを理由に失格となったものの、同機構の代表を務めていたドナルド・トランプの意向で失格を撤回させたことが背景にある。先行基準として、単なる外見の美しさだけではなく、知性、感性、人間性、誠実さ、自信などの内面も重視される。加えて、社会に、 積極的に貢献したいという社会性やスピーチ力を兼ね備え、世界の各国代表と対等に交流できる国際的な女性像が求められる。大会では、各国代表が事前審査、水着審査、イブニングドレス審査、スピーチや質疑応答といった何時かの選考に臨みながら、徐々に進出者数が絞られていき、最終的にミスユニバース世界大会優勝者が、 決定される。また全参加者を対象に、フォトジェニック賞やナショナルコスチューム賞といった部門賞も決定される。かつては地域に関係なく、選考が進められていたが、2017年大会から第一次選考方法が大きく変更された。参加国をアフリカ、アジア、太平洋、ヨーロッパ、アメリカの3つのグループに分け、 各のからまず4名ずつ通過者を選出し、さらに地域を問わず4名を追加選出するシステムが採用された。国の代表に選ばれると、副賞として多額の賞金、高級者を贈呈される。なお、ミスユニバース2006年世界大会で第2位となった千葉なクララによると、ミスユニバースの活動内容について、ニューヨーク市を拠点に1年間世界各地を回って、 開発途上国などでチャリティー活動を行います。HIV 撲滅のチャリティー活動がメインですねと述べており、社会貢献活動が中心となる。ワム・イムグが出資しているミス・ユニバース機構はニューヨークに本部を置く組織でミス・ユニバース、ミス・ USA、ミス・ティーン・ USA の3つのミスコンテストを主催している。ミス US ・ USA はミス・ユニバースのアメリカ代表となる。 また、以上に挙げた、ミスユニバース気構主催の3つのコンテスト優勝者には、同本部があるニューヨークのトランプタワーを拠点に1年間生活し、事前奉仕活動や、各種公式行事などのプロモーション活動に出席し、世界中の事前活動の資金提供を受ける特典、及び義務を与えられるほか、記念の冊子が対応される。2020年現在ミスユニバースを獲得した国と、回数。 ありがとうございます。